就活するモチベが上がらないっていうのが。いやでもやりたくないならやらなくていいですよ。じゃあ仮に5億円あったら働かないですか？働かないです。就職も安定ではないです。南さんこんにちは。こんにちは。今日はちょっと就活でモヤモヤしていることがあって、はい、南さんに相談させていただければなと思って。なるほど。で、はい、今この時期は何をされてるんですか？今から就活を始めようと思っている時期で、まだサマーインターンとかは参加できていないです。そんな状況で、じゃあお悩みは何でしょうか？はい、一言で言うと就活するモチベが上がらないっていうのが悩みです。なるほど。いやでもやりたくないならやらなくていいですよ。でもなんか周りの友達とかもみんな始めてて、それを見てやっぱやらないとダメなのかなって焦ってしまうんですよね。日本人って結構横並びを見るんですよね。だ要はランキング大好きじゃないですか。周りのみんながやってるパワーを私もやりたいっていうのが一般的な日本人の大きい傾向ではあるんですね。そうではないってことなんですね。やってるから私も義務感でやらないとなって思ってるんですけど、やりたくなくはないんですけど、本当に心からはモチベーションがあるかと言われればなくて、動き出せないっていう状況です。ちなみにサラリーマンの生涯年収って、まあ、2億円から5億円ぐらいだって言われてるんですね。じゃあ仮に5億円あったら働かないですか？働かないです。なるほど。じゃあ仮に貯金も資産もゼロで明日食べるご飯がないとしたら働きますか働きませんか？働きます。なるほど。要は結論としてお金を稼げればいいわけなんですよ。でお金を稼ぐっていう山の山頂があって、登り方は何でもよくて、資本主義社会の中で労働者として働くっていうのは一つの手段なんですね。でもそれ以外の手段もいっぱいあるので、他に山の登り方はいっぱいありますよっていう話だと思いますけど、どうでしょうか？例えば他にどんな道がありますか？まあ、分かりやすい例で言うと先生ですよね。みんなって生まれてから20年間いろんなことに時間という資産を投資してきてるわけですよ。その時間を投資してきてるものって先生になれるんですね。コンビニで何の経験もない人が働くと1時間1000円ぐらいになっちゃうけど、筋トレを頑張った人が筋トレを教えるジムを開けば1時間1万円の価値になるわけですよ。そういうふうに今まで自分が時間を使ったもののジャンルで先生になるっていうふうになれば稼げますよ。そういうものがない場合はどうしたらいいですか？何かあるんじゃないですか、きっと。それは例えば今までの人生で積み重ねてきたものがゼロだとしても、今の自分がどういうものに興味関心があって、でどういうことにこれから時間を使っていくか、どういう人がに憧れを持っていて、どういう人になりみたいになりたいっていうのがあったりしますか？吉田あかりさんっていうの YouTube をやってる人がいて、その人は結構自分でコスメのプロデュースだったり、それもなんかずっとやりたいって宣言してたことで、はい、自分のやりたいことを宣言してそれを叶えてるっていうのを、まあ、YouTube とかで発信してて、それがめっちゃかっこいいなとは思ってます。おお、素敵ですね。じゃあやっぱそうやって信念を持って発信をする人に憧れがあるんだったら、自分自身がそうやって信念を持って発信する人になるか、信念を持って発信をする人の一部のお手伝いをするかの、多分どっちかが合ってるんだと思いますけどね。確かに。それで言うと自分を発信したいというわけではなくて、はい、発信とかそういう生き方をしてる人のお手伝いをする方とかが向いてるかなって。でもすごい自分でそういうものを分析できてるんですか？今までもあの YouTube の編集とかやってるんですけど、はい、それもなんか自分は出る方はあまり得意じゃなくて、裏方でやる方が自分に合ってるなって思って編集をずっとしてるので、それも変えてると思います。ちなみにその20歳のりなさんが一番時間を使ったものって YouTube の編集ですか？そうです。おお。ちなみにざっくりどんくらい時間使ってました？今まで1本平均で10時間ぐらいかかるので、40から50ざっと膨大な時間を使ってるわけですよね、はい、だからもうそのジャンルで先生になれるんですよ。1時間1万円取れるんですよ、もう確実に。あ、ちなみに辛いと感じたことと喜びを感じたこと、それぞれ教えてもらっていいですか？辛いって感じたことは、結構大きな編集チームみたいなところで編集をやったことがあって、その時は何百人とかの中の一人みたいな、ただのまあ歯車というかね、はい、はい、っていう感じがして、でその時は辛かったですね、編集をやってて。あくまで作業員でしかないというか。あ、そうですね。私が抜けてもまあ問題ない、まあ、社会、まあ、会社って全部そうだと思うんですけど、な感覚があまり好きじゃなかったんですけど、喜びを感じる方で言うと、はい、編集したものに対してめっちゃありがとうとか、はい、ここの工夫がめっちゃ良かったよみたいなのを直接なんか言ってもらえた時が毎回嬉しくて、それがモチベーションで今やってるっていう感じです。素晴らしいですね。あのちゃんと自分のモチベーションを理解してるっていうところは、いわゆる一般的な大学3年生と比べると一歩リードしていると思いますよ。で、じゃあもし会社員やるとしても直接フィードバックが来るような仕事をすればいいんじゃないですか。
ば30歳になった時にどういう生き方、どういう働き方をしていきたいかっていうところを教えてください。私旅行が好きなんですけど、はい、その旅行に使える時間とお金がある状態がいいなって思っています。ちなみに編集って別にノートパソコン1台あればできるもんですか？はい。あ、じゃあ別にリモートでできちゃうわけですね、編集って。はい。でも叶ってますよ、もうそれ。フリーランスで動画編集者みたいななるとその働き方はできるんですけど、はい、でも今ずっとリモートで家で一人で作業してるんですけど、はい、それはそれで辛いなって思ってて。あ、今までずっとバスケをやってたんですけど、はい、チームでずっと過ごしてきたんですね。それもあってできればチームとかの一員として人と一緒に働きたいなっていうのは思って。まあでもフリーで生きていくといろんなところから依頼が来て、5チャンネルぐらいの依頼が来たりするわけじゃないですか。5チャンネルのそれぞれの人たちといろいろやり取りするので勝手にチームはできていきますけどね。それは違う？それよりかは例えば編集チームを作ってそれで頑張るとかの方がまだ近いかなとは思う。あ、自分で編集チームを作ってるの方がまだ近い。じゃあ起業ですね。じゃあ起業しましょう。できる自信がない。いやでもその毎月膨大な時間を使ってるっていうのはそれ自信ですよね。それを秀でてるんだから、そのジャンルにおいて。理想の人生を歩む上で譲れないポイントって何かありますか？こうやって生きていきたいみたいな。私オムライスが大好きで。オムライスですか？世界で一番オムライスが好きで。世界で一番オムライスが好き。はい、全国各地のオムライスを食べ、なるほど、食べ尽くしたい。日本の旅行と関わってくるわけですね、それが。旅行も好きだし、そこに行ってそこのでしか食べれないオムライスを、なるほど、いっぱい巡りたいな。確かにオムライスは冷凍できないからその場で食うしかないと。はい、っていうのが思っています。いや面白いですねそれ。でもオムライスのことを発信したいとは思わないですか？発信もでもありだなとは思っています。じゃあまずそれやってみたらいいんじゃないですか？やっぱり世の中の会社員ってだいたい5年ぐらい働くと自分の人生本当にこのままでいいのかなってで悩んだ結果、自分の事業を始めようっていうので自分のチャンネル持ったりするんですけど、結局30歳になって自分のチャンネル持てばよかったなって後悔とかモヤモヤができるぐらいだったら、20歳の今から自分で発信していくのが人生にとって最もリスクヘッジになると思いますけど。就職かフリーランスかっていうと、世の中の人たちはみんな就職イコール安定、フリーランスイコール不安定って思っちゃうじゃないですか。でもこれは全然違くて、就職も安定ではないです。なぜかというと、やっぱ会社員という構造上、どんな立場でも必ず上司っているんですね。その上司が当たりか外れかっていうガチャなんですよ。で、僕の体感、当たりに外れ8だったら、くじ運に人生かけるぐらいだったら自分でチャンネルを持って自分の人生を自分でリードする方がいい。じゃあ最後にリナさんから、じゃあ今後のアクションプランがあれば教えてください。オムライスの発信は、まあ、今の自分でできることだと思うので、まずはそれをやりつつ、やっぱり一旦就活もちょっとしようかなって思ってるので、はい、はい、自分は自分に直接フィードバックが来たり、お客さんから声をもらえる仕事が向いてるんだなっていうのをはっきりしたので、そういう仕事を探していこうかなって思いました。ありがとうございます。結論として、自分の人生は自分の手で作っていこうというのが僕のメッセージでございます。外れ上司に自分の人生を左右されないように、人生のリスクヘッジをして、この20歳という今からコツコツと準備をしていただけたらなと思います。応援しております。ありがとうございます。はい、今人生悩むし辛いと思うんですよね。それはもうみんなそうだと思います。でもこれって正直に申し上げて、これ一生続くんですよ。だからすぐに解決する話ではないから、一生かけて向き合っていこうというふうに気持ちを持ってやった方がいいです。逆に言うと就活だけでは人生は決まらないので、どんな時においてもモチベーションを忘れずに行動を続けてほしいなと思います。世の中の就活生応援してます。せーの、じゃあな、じゃあな、じゃあな、じゃあ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 、じ